伊藤幸太郎は、日本の政治家、元愛媛県西条市長、西条市名誉市民、愛媛県西条市生まれ、父親も、元西条市長。松山商華大学卒業、伊予銀行入社、1991年西条市議会議員発、当選、1995年から西条市長を3期務めた。2004年の西条市と東予市、 周総軍丹原町、小松町の西二町合併に伴う初市長選は、旧最上市長選からの3期連続無投票の流れを受けて、無投票で選出された。人気満了に伴う2008年11月の市長選挙では、伊藤のほか3人の新人が立候補し、旧最上市時代から通算して17年ぶりの選挙となったが、新人を寄せ付けず大差で再選された。 市長時代に車検切れの自家用車で人身事故を起こし、2009年8月から3、ヶ月間給料を10%減額する条例案を議会に提出し可決された。2012年11月の市長選挙では参戦を目指して立候補したが、旧東予市長の青野勝さる222票差の大激戦で敗れた。2015年2月12日、 本人から119番通報があり、救急隊員が自宅へ駆けつけたところ心肺停止の状態であり、病院へ搬送したがそのまま死去した。72歳ボーツ。旧斎場市議会議員を1期4年務めた後、旧斎場市時代から合併後も含め17年にわたり、斎場市長を務め、その間に地域産業振興、防災、教育、インフラ整備など多岐にわたり、 姿勢に取り組んだ。その功績を称え、平成27年9月24日の市、議会定例会で議会の同意を得た後、同年11月1日の名誉、市民肖像定式にて、最上市名誉市民賞を授与された。AB 名誉市民最上市ホームページ AB 名誉市民肖像定式及び市民表彰式を開催します。 最上市ホームページ総務課社検切れ者で、事故、最上市長の給料減額可決47ニュース、2013年1月17日、閲覧、選挙、最上市長選、青野さん初当選。122票差、伊藤さんの参戦阻む毎日 JP、2013年1月18日、閲覧前最上市長が死去 NHK2015 年2月13日、 名誉市民の紹介最上司ホームページ。ありがとうございます。